二人は固い握手、戦いのゴング、大雷がゴール、ゴングと同時に福岡から大雷がゴールが湧き上がります。はい、すごい声援です。そうですね、あのやっぱり地元っていうのもあるんですけど、これでも岸田の表情に注目したいですね。チャンピオンの表情、いい顔になってきましたよ。最近本当に4月の両国3度目の防衛を果たしたチャンピオンに対し、ライガーはリングに上がりました。今の自分がこのチャンピオンにどこまで通用するか。ライガーはこの岸田に対してもう十分に認めて、すげえ強いとまで話しました。その串田に向かっていく、そのライガーの姿、レスラーなら強い相手と戦いたい、それが本能だ、ライガーはそう話します。さあライガーが足を決める、腕を取る、こういうじっくりしたグラウンドの、ね、展開から始まるっていうのは、なんかタイトルマッチっていう感じがね、僕はすごく受けるんですよね。山崎さん、はい、ライガーがもうキャリアで積み重ねたあらゆるグラウンドのテクニック駆使していきますね。あの何気なくやってますけどね、うん、本当にあの引き出しの多い、いろんな今までの経験の中からね、うん、出てきた技をどん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 惜しみなく出していってますよ。そして手拍子が起こる、ファンは待っています。何人もの、いや何百人もの、釣り上げてきたロメロスペシャル決める。これが歴史を築いてきたライガーのロメロスペシャル。ライガー選手は1回目で行ったことがあったんですけども、はい、そこでやっぱりこうグラウンドのレスリングをずっとこうじっくりやった時に、お客さんから This is wrestling call が This is wrestling が来たんですよね。だからそういう基本ね、忠実な試合展開ってどっちも思ってますよね。柴田さん、はい、グラウンドの攻防でも沸かす、それがライガーですね、はい、やっぱり世界のレジェンドですからね、彼はね。ハッタンドロップ返していった岸田、そして膝にいった、世界のどんなテリトリー行ってもですね、トップの選手なんですよね。今そしてライガーの左腕蹴り上げていきました、強烈。岸田は試合前に話しました、ライガーには生涯現役でいてほしい、それでも今日はライガーの腕を折る覚悟で臨んでいきます。仕掛けが早いですね。いつもあそこから側転行ってね、ドロップキック行ったりするんですけど、うん、はい、いきなり腕行きましたね。もう徹底した田中さん、この腕攻めなわけですね。踏み潰していく、かなり仕掛けが早いと思いますよ。山崎さん、はい、串田のそのこの試合にかける思いというのが伝わってきますね。そうですね、やっぱりあの、まあ、今日もタイトルマッチですけれども、他のタイトルマッチとはね、全然意味が違うと思うんですね、はい、もうライガーと戦う、そしてこのライガーから勝たなければ、うん、あ、このジュニアの未来もないというね、気持ちで戦っている、あ、もうそういうね、入場してきた時からそういう顔つきしてましたよ。金井さん、この岸田の表情に注目という中で、はい、この試合の意味というのは金井さんどう感じますか。そうですね、どんな思いで戦ってるんだろうってね、うん、ついつい思ってしまいますけども、はい、徹底して腕を締めていきます。ここジュニアにも世代交代っていうね、もうライガー選手もここ少し引いてはいるんですけど、存在がでかすぎるんですよ、うん、ここ影響力、ね、世界行ったらもう世界の中心って言われるし、はい、それをどう櫛田の色に変えていくかっていうね、うん、すごい、なんだろう、でかい壁というか、櫛田自身も話していました、ライガーは新日ジュニアそのものなんです、うん、と今着地でちょっと膝が、また膝を狙っていった、ライガーも勝利へ向けて非常なまでの攻撃、見逃しませんでした、すぐに膝に行きました。いや、このシリーズ通して柴田さん、はい、ライガーはこの櫛田の足、そして櫛田はライガーの腕と徹底して痛めつけていきますよね。あの、櫛田君の両膝で打ってます。あのサポーターの人にテーピングしてますからね、両手ね、はいはい、これがまた一つライガーの覚悟の表れでもあるんです。そうなんですよね、やっぱクリーンにグラウンドで展開するかと思ったらいきなりラフに走るじゃないですか、うん、これはね、もう下も読み切れないですよね。血中悲鳴が聞こえてきた。これ膝殺しのパターンはね、いくらでもありますよね、ライガー。
構前哨戦で戦っていく中でも結構櫛田が空足踏んで膝を痛めるみたいな光景は、ね、結構見てたんですよね、はい。そのマスクの中の表情は伺えませんが、危ない危ない、いつもにましての怖い怖いライガーがここにいます。垂直落下、コンクリートの床に打ち付ける垂直落下のブレーンバスター、まさに鬼のライガーですね。ひどいことしますね。中心サンダーライガーが鬼になった。ベルトを取るためには鬼にでもなる。こういう時のライガーすっげえ怖いですよね。怖い、はい、選手も、はい、もう若手の頃から見て何度も怖いライガーっていうのを当たってしまった、はい、何回もライガーに怒られてたんで、はい、もう本当に今でもビクビクしてます。このライガーがリング上で見せるまたこの怖さ、障害感を進んでいきます。15、チャンピオン櫛田が苦しんでいる。おっと崩れた崩れた、入りました。第73代 IWGP ジュニア王者櫛田、対する重心サンダーライガーは過去11度このベルトを体感しています。翔平いった、ライガーの左腕、この櫛田の顔面を捉えていきました。持ち上げる、叩きつける、ライガーボムだ、これなんてヘボかと見せつける。ライガーの技、これちょっと櫛田がペースをつかみ返すのは難しいですよね。一気にライガーペースになってますね、はい、これ痛いですよね、はい、そしてライガーがトップロープに櫛田を座らせた。どうする、ここからどうする、流れしてワンペースライダー、櫛田が丸み返した、櫛田が返した、バウンド2。山崎さん、はい、相当なダメージですが櫛田も返してきました。必死ですよね、もう相当追い込まれてますよ櫛田はね。もう一瞬の返し技しかないかもしれないですね、櫛田も徹底して腕を攻めていきます。そうか、その手がそうか、結構 腕最初行ったじゃないですか、はい、そこでダメージをこうイーブンに持っていけるという。なるほど、そのダメージの蓄積になっていくわけですね。このスプリングからのエルボー、そしてそのまま飛びムーンサルト、スピード、そして躍動する櫛田、カウント2で返していきます。田中さん、そういったダメージの蓄積、まあ、櫛田も膝を狙ってますし、はい、そこがポイントになってきますかね。そうですね。ただ山崎さん、ライガーが話していました、俺には経験、いろんな勝利の方程式があるんだ。ここも膝で返していく、ムーンサルトに剣弾、そして腕を取りに行った、完璧な腕を決めていきます。あらゆる勝利への選択肢を見せてくる重心サンダーライガー、今のね、腕の取り中なんかも本当に全く無駄がないですもんね。そしてタイプを変えて、体型を変えてでも徹底して腕を攻める、離していきません。どこ攻められるか怖いですよね、本当にね。ライガーの狙いどころですよ。あ、でも櫛田が腕を取り返すか、腕ひしぎ十字に行こうというところ、クラッチを取った、振り動いた、肘が伸びる、ライガーの腕を伸ばす、腕をへし折る覚悟だと話した櫛田。ライガーにはまだまだ現役でいけほしい、それでもそれでも今日勝つためには腕を折る覚悟なんです。これはギブアップ、ライガーへのリスペクト、ポジションもいいですね。それを相手でも勝利のために腕を取る、リング中央、リングのど真ん中、ライガーがなんとか体を反転させてロープブレイク。すごいな、すごい形勢逆転しますもんね。ライガーコールがまた再び沸き起こってきます。これはね、ライガーも本気で取りに行ってますし、本当に櫛田もね、本気で解釈する気になってますよ、はい、また腕、ライガー最終章を歌う中、最終章を歌う人間にベルトを渡すわけにはいかない、勝負元気でいてほしいと言いながら、それでも勝利へ向けての思いをこの腕攻めに攻め見せます。スタミナは我々もちょうどいいようなんですね、うん、あ、今度は
腕やり返していったライガー、ライガーもダメージ、ライガーの2つすごいですね。はい、燃えた櫛田です。第73代王者の櫛田ライガーが初体感の時は第9代王者でした。今からそれは27年前、ずっとこの一戦で走り続けてきたライガー、今その櫛田と向かい合う。膝へのドロップキック、低空でいきます、的確にいきます、そして足を取ってドラゴン作り、まだそして足を離さない、膝十字固め。いや、田内さん、ライガーのドラゴンスクリューですよ。うまいっすね。そのドラゴンスクリューを使いで、田内さんからもうまいという言葉。すごいです。回転が小さいんですよね。